やれる？あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あの大戦争来た。あ、大戦争。ラ。はい、意味わかんない。ということで、やばい、ちょっと待ってよ。で、戦争が始まりました。待って、何これ、何が起こってる？自爆持ちだ。自爆持ちのものがあってね。みんな自爆してる。やばい、世界終わってる、マジで。出落ち爆発、マジこれ。拠点燃えてる。水切り出して。よし、人化。あ、まだ。また。よし。消えろ。あ、まだいんの怖くね、ちょっと。まだいる。普通に深いだわ、こいつら、マジ。ぶち殺しやろか、ほんとに。爆破して逃げてったの、マジ？いった。シュン。なんかいろんな方向になんか散らばってね、世界中の。とりあえず大丈夫、動いてないもん、レイドが終わって。え、まだ燃えてる。マジ直した。いや、まだ燃えてるように見える、目線。あー、ダメだ、もう、あ、全部ペンタマックスの役にも立たねえわ、マジで。あとでとりあえず、火山の裏に行ってみようみたいな回と、マジーさんにまだ見せてないのが、メイン拠点に来てもらって。あ、メイン拠点了解。ここ見てください。なにこれ。ファルメタルインゴットです。なにこれ。これはもう新世代のインゴットですね。これ機械なんかどうどう導入され始めて、このアグニドラで実はいるんだけど、このシレットアグニドラ、これが炎4だから、おお、すぐ終わると。で、ひまじいさん、これ放浪してもらってる、ここに。じゃあまさかこれで、ね、バイバイできるから、ひまじいさんいちいちね、変なところ行かない。ほら、飯食ってるでしょ、ほら。あー、なるほどね。あー、もう家畜化に成功したんだ、こういう商人も。ここにもいるよ、商人。ここでパルも売れる。ここイオン？そう、イオンマートです、ここ乱獲して売りまくるみたいなのが、まあここで可能になると。なるほどね。はい、いう風な感じでございます。デクンさん、はい、前なんか使い物にならなかったグラップリングガンの使い方が分かって。どうやって使うの、あれ。撃った後に伸びて縮み切る前に武器を切り替えるとキャンセルできるらしくて、グラップリングガン。あー、だからこういう、ちょっと見ててね、いくよ、はい、こういう角にペイってつけて、で切り前にこうやってグライダー展開すると。ちょ、今何やった。あの、え、これ、そうそうそう、え、これ進撃の巨人じゃん。いや、もう実際に飛べるようになっちゃうの。これをさらにこのグライダー持ちのパルでやるとピューっと。そう、この俺の大陸間弾道ミサイル。この名前マジ？え、ちょ、名前急にひどくなったな、今一瞬で。ね、マジでこれ。ああ、そうなるんだ。そう。どこでもできるから、これ。グライダーでもいいんだけど、グライダーだとスタミナの消費が激しくて、あのパルだとスタミナの消費がちょっと優しい。抑えれると。あ、ひまじいさん、ここ展示品、ここあるよ。展示品言うのやめようか。ちなみにこの奴隷商人とかもこれ作業してくれるから。奴隷商人だろ、こんなの。ピンポピンポピンポってなんか押してんのよ、これ指で。おお、すげえ、ちゃんと作業してる感が。こいつらのクラフトの様子意味不明なんだけど。ほら、働け捕まえられたばかりにこんなひどい目に遭うんや。動物愛護団体が怒ってるらしいよ、パルワールドに。ちなみにガチ。え、ガチで切れてんの？このゲームに？ゲームに切れてるらしい。ここら辺で作業してるパルより頭悪いじゃん。動物に怒る前にまず人権疑った方がいいと思う。行きましょう。火山の向こう側？こっちか。あ、やべ、あ、これ飛ぶやつの方がいいんか。まあ、飛ぶやつじゃないと多分。行ける？無理で行ける？遺跡と、なんか奥に別のなんか城みたいなのもある。なに？うわ、はえぇ、ジオラーバって何？ジオラーバ。あ、待って、俺死ぬ。あ、おか、やばい、あかん。リリ、この人、この人、なんか、あかん、死ぬ。リリ、あかん、死ぬ。死んだ。情けなさすぎるやろ、声が。まあ、残念ながら死んだと。ただ、これ、ジオラーバってやつ、どこにいるのかわからん。多分、洞窟の中から入っていくのかもな。あー、なんか変な入り口ある、ワンちゃん。雪の逆バージョンって感じだな、完全に。じゃあ赤パオいいのか。赤パオはないだろ、そんな。あ、やばい、待って、俺これあの装備回収できない。一秒に10ダメージくれるからこれいけねえ。ジオラーマ、どこなんやろ。マグマの中、滝壺みたいにマグマの中を通り抜けろと。逆に死ぬだろ。
間違いない。極炎王って知ってる？極炎王、俺モンスターハンターで見た。名前大丈夫ですか？手出しちゃダメな、なんか部類じゃないですか、なんか名前が普通にダメそうな雰囲気だけど手出してる今。リリ君ファイトー。すごい戦いだ。やっば死んだ。格殺ですか？もう格殺じゃない、ちょっと助けてもらえればいいけど。オッケー、行きます行きます行きます。あ、なんか死体が転がってきた今。なんか極炎王、これ前のあの死体ですか？死体、もうもうあの極炎王だったもの、パルを貫通して攻撃してきて、あああ、死んじゃったわ。見たことない系のやついそうな気がするな、ここ。ごっついやつそうな感じするけど、すげえなこのマグマ。あか、また死ぬ。これちょ、もう終わってるもん。あ、また極炎王いるわ。捕まえちゃったらどうすか？無理だこれ。捕まえるか。じゃあ後ろの方ちょっと、じゃあ俺捕まえてくるか。あ、死んじゃった。じゃあ削りましょうか、奥の方。オッケー。あ、まさかそれネームド。あ、これです。あれ、あ、あまりにも強すぎた。ここダメ、ここダメ、ここダメ、ここ来ちゃダメ。降りてやばい。降りない方がいい、ここ。ガッツ、熱っ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 熱、冷やす系絶対いるやん、もうこんなん。まだ燃えてんだけど俺。え、あ、なおったなおった、影入ったら俺ここ、ここ耐えた。あ、ほんとだ、影か。燃えた状態で火の元にいたらずっとダメージ食らい続ける、ワンチャン。あのジェットランなるものがいます。セーブポイントみたいなの欲しいよな、ちょっと、ね、こっちはさすがに遠すぎるね、移動が。俺見てくるわ、俺も上から。自分ウエスト行きますわ。じゃあダメだダメだダメだ、熱い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 、死ぬ死ぬ死ぬこれ普通に。あ、死んだ。あら、蘇生しますわ。オッケー、ちょっと待ってくださいね。え、上に行きすぎたんすかね今の。なんなんでよ。いやー、わからんな、なんか原因が。ちょっと一回休んで HP 出た方がいいかも。回復してからの方が、くんさんは。飛ぶ系も死んだわ今。あ、影一瞬入ると本当になんか俺なんか止まるな。なんかやっぱ影か、マグマの近くやからか、燃え続けるのは。なんでやろかもな。ちょっと試される大地すぎ、ここ。いや、でも初見殺しのところもあるな、結構足場が。試されてる。あ、でもなんかそこ水流れてんのこれ。水じゃない水じゃない、これ溶岩。あ、これ溶岩、これ灰色に見えて。え、溶岩の本当だ。よし、やっと回収できた。あ、極炎王いますよ。あ、あの、あの、どうしました？あまりにも手を出してはいけなそうな外見をしているポケットモンスター銀ルギアって感じがいる。ポケットモンスター銀で見た。まんまですやん、もうそれはもう。お城ついたもん。お城？なんかディディの？いや、壊れたお城みたいな。え、ディディ、そこら辺にさ、チェックポイントない？セーブポイント。え、ない。ないんだ。ない。金色に輝く極炎王がいる。マジ？キラキラ？ネームド。行くか。何レベですか？50レベ。でも、あのボールがあればワンチャン。この極炎王は多分かなりレアだとは思う。どうするこれ。いけんちゃいます？いや、まあ多分いけるよ、多分いけるけど、うん、TP ポイントを一回ここに持ってきたりとかする必要あるかも。こんだけ離れてるから農業拠点解体してやったらギリって感じかも。しかも近くにジェットランいるから、ジェットランを捕獲することもできるかもしれない。ここに作れば農業拠点壊してきます。こいつの確保というか、目を離さないようにね。ちょっと一回俺死ぬんで、どうにかして。ディディちょっと絶対目離さないようにしといて。オーケー、俺探すよ。パッパパッパパッパ周りで。俺死ぬわ。ディディ大丈夫？それダメージ食らってない？俺毎秒172ダメージとか、やばいダメージ食らってる。いかつ。多分これで死ねるはず。あ、待って、やばいやばい、俺敵対された。死んだ死んだ死んだ俺死んだ。ちょちょ待ってちょ待ってちょ待って待って、俺そっち戻るそっち戻るそっち戻る。え、どうした、なんで死なんでいい？ワンパンワンパン。何ワンパンされたん？極炎王。あ、ノーマル敵対くんの？俺も死ぬくね、極炎の近くは。いや大丈夫、あの今離れてる、今結構離れてる。あ、いた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 、そこそこそこ、目の前目の前。あ、後ろ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 行って左、後ろ行って左、後ろ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 右。あー、いいだ。影とこの明るさの違いでマジ見つからねえな、ここほんまに。そっちにもうワンポイント設置できる、やれる？だから持ってるもの。あ、なんもねえよ。いや、装備ないな。じゃあ俺が持ってくわ、それ含めて。でもここら辺石取れないよ。
硫黄しか取れなさそうな雰囲気はあるよね。実はね、一番上のランクのやつね、ぬるいから作り方見ててもどうにかなると思う。たくさん持ってけると思う。アルジウムのかけらがなさそうだな。あー、オッケーオッケー。ちょっと粘ってて。ちょ、極炎をなんかこっちに来てね。すごい近づいてきてる。ちょっと怖すぎ怖すぎ。とりあえずちょっと頑張ってもらって、大急ぎで今やってるんで、もうちょっと待ってください。正直ジャンボエビフライがボッコつくからワンチャン勝てると思う。なんなら殺しはしないな。殺しはしないわ。俺だけでやれば削れるか。ひまじさん何もしないで離れていて。ひまじさん、あーちょっと待って、俺ここ今移動できない。ちょっと待って。まあいけんちゃう。いいよ。まあ多分ひまじさんには、あ、逃げた。あーやば、これ夜だから作業してるんだ。反応してない。だって早くそっち行くわ。でも寝れないんだよな、これ多分俺ら。うん、寝たら消える。一応レジェンドスピア10個持ってけばなんとかなるんじゃないか説で10個持ってきます。多分だけど、ひまじいさんね、島の北東って草地だから必要なもの手に入ると思うんだよね、多分。オッケー、ちょっと見てみます。あれなんぼでしたっけ。鉄と石と。いや、鉄じゃない。パルジムのかけら1個、木材8個、石3個。だからマジのマジでなんぼいらない。木材もあるよ。石だけか。だからパルジムのかけらと石があればいい。この壁、エグ邪魔やな、この壁。やば。さすがにあるでしょ、こっち側行ったら。さあ、どうや。暗すぎ。あ、でけえ海岸出たやん。あるでしょ、さすがに。マグピスいて、ここに岩があったー。ピッケル俺ねえ。ちょっと待って、あれ作るわ、先に。一瞬ピッケル時代に石がいんのかよ、これ。ちょっと待って。ふざけんなよ、ちょっと。ここら辺なんか、ちょっと、運動会前のなんか、グラウンドぐらい石ころなんやけど。ちょっと、整備されてるやろ、これ。ブルフェルノとかで掘れん？ブルフェルノ、木なんだよな。手でしばけば、石は5個集まるだろ。手で出ないんじゃなかったっけ？レベルなかった俺たちならいけるやろ。そういうもん。ダメージ9、ま？無理だわ、これ。突撃でなんとかなるかな。ちょっと待ってな。突撃ブレイジングホームやったっけな。違うな。採掘特性ないと多分無理かも。でもイノボをね、ここで持っといて嬉しいのが。ダメだ、姫さん遅すぎる。石ある、いけた。いや、石ないよ俺。石ない。いや、ツラハシはあんだよね。でもちょっと待って、じゃあ俺の方来れるか。いや、俺が来たら消えちゃうから。ブレイジングホームで石掘れるわ。これでいけるわ。全員何らかのミッションがある今。あ、何の音？もしかしてクンさんもう近く来てる？全然。え？なんでじゃあパルが出た音がしたの？来た、石2出る、石2出る、これ、あっつ。あ、これか。石3、石3、オッケーオッケー、これ集まる、集まるわ。え、もう D って戦ってる？戦ってない、戦ってない。来た、これで石持って帰れるわ。で、木もあるから。で、パルスピアが、かけらがあるから、いけるんちゃいますかと。飛んでるやつはゲットしたくない？ネームドはまだしも。そいつ多分やばいぞ。てか、なんなら捕まえても乗れなそうだけど。まだ乗ったりはできないけど、なんかまあ干渉するぐらいは。え、もう殴っちゃおうかな。待ちきれなくなってきた。いやいやいや、子供か。うわ、この壁戻んの。よ、ディディ、この壁越えたの。これクソめんどいな、この壁越えんの。めんどい。下から行った方が早いか、これ。上から行った方が早いか。いや、上だな。あれ？さすがに上やな。この壁、あれ？なんか俺、岩の中入るじゃん。いや、こういう時のあのスタック解除のレビドラです。ほな行きましょうか。青い柱立ってるから分かりやすいわ。やっぱ気づかれた。やべ、ダメだ。こいつを盾にして俺はもう逃げるしかない。あ、いける。これ僕円割と普通。あ、スタックしてる。あいつ来た。え、グーさん、こっち飛んでこれますやん。ガチでスタックしてんじゃん。現代武器が一番最強だった。もう半分いったよ。いや、アサルトライフ強すぎやろ。一応今5つ持ってるから、どうしたらいい俺。どっからどう回っていけばいい。もう背面あたり適当に横の崖登って。待って、ちょ俺これだけ取らせて。これ、あ、クッサ弾もらっていい。それアサルトライフ。あ、いいよ。中から勝手に取って。俺裏回るわ。あ、もうそんなもんじゃない。もうちょいか。もうちょい削れる。オッケー、これ多分もう変わんない。これちょっと裏から俺投げるよ。ニュー背面ボーナス。ふざけんな、ふざけんな、マジで。意味わからん、意味わからん、意味わからん。何何何。11%。
いやでも投げて11ならいけっしょ。あ、これ技溜まってるから気づけて、これ出てきた瞬間技打たれるよ。よし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 、いった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 、うぃ、ただすぐ骨折するってやつがついてる。はあのさ、あ、ふざけんねん、ちょっと待って、ね、ここじゃね、ここに来るの、逃げよう、これ逃げよう、逃げよう、これ逃げよう、これクッサン、ジェットランにぶつけよう、ジェットランにぶつけよう、あーいい、あ、確かにあり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 、あ、じゃあスタックしてね、やっぱりドルカノンも、あれこいつらスタックだ、あ、こいつら終わってる、マジ、え、もう、上から焼き払っていい、これかわいそう、ボボコや、ちょっと見てみるか、さっきのやつ。ただね、すぐ骨折するとかいうなんかデバフついてたんだよね。あ、防御マイナス 20%、 ちょっと弱いんだよ。あ、弱いな。攻撃力714書いてある。攻撃オンリーって感じかな。あいつと戦ってみね。いけるっしょ。でもまあいいんちゃいます。ワンチャンアサルトライフルがっつり撃てばなんとかなるんじゃね。うん、撃ってみるか。え、撃ってみたら、え、1、あ、1111111、了解了解。早くない動き。何それ、やばい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 、何それ、ディディ浮いてる、ディディ浮いてる、ディディ浮いてる、やばいやばい、あば、届かねえ。いや、いけんくはないよ。え、全部1だわ、こいつの攻撃。あ、待って、1024くらって一発。こいつドラゴンだから、ドラゴンだから大体こういう、あ、いや、強え、ブリザーモス、やっぱり。ガチゲー。極限王、何やってた、おい、連れてかれた、連れてかれた、押し相撲負けた、まさか極限王は。1300なんだ。いけ、朝倉。やばい。ブリザーモス死ぬ。お、ぶね、ぶね、ぶね、体力1位残り。なんで、あ、普通に俺腹減ってるだけやわ。びっくりー。ダメだ、1とか2とかしか食らわねえ。しゅん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 、なんだこの攻撃。無理じゃねえ。ん、これいけんのか。国家総動員法発令すれば多分いけるけど、やってみる、国家総動員法。ワンチャンいける、ワンチャンいける。え、あのさ、解体してもうちょっと近くにすぐ作り直すわ、俺。そう、ちょっと粘ってて。ええ、野球さん、あ、帰ってきた。おお、俺の方向、俺の方向だ。ちょっと粘って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 、あの国家総動員法を発令する。あのブルファンゴが、おい、やばいやばい、どこに火吹いて残す。うわ、うさ、最悪。やっぱ何、その上から撃ってきた攻撃下に戻ってくんの、テクすぎだろ。やばい、いいぞ、くるっと、あ、え、自爆するのにした。とりあえず粘れ、あ、ワンパン、まず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 、あ、普通に死ぬ、普通に俺も死ぬ、あ、死んだわ、ごめん。特別なボス施設に近いため建設できませんって書いてある。待って、ちょっとだけ話そう。え、ここ待って、え、死んだ、え、まずい、ここで死んだの。消しちゃった、あれ。消した、テレポートポイント。もう作る手前だった。まあ一回諦めてもう一回来てテレポートポイント作って、再度国家総動員法じゃない。あそこまでさ寄せれるんだったらさ、誰かが竹引いてそこで建築建てればさ、フォートナイト戦術行く。あの石壁は置いた瞬間に建築になるから、総動員砲すればいけると思うけどな。まあ、あとはスフィアの運の問題というか、なんというか、ディディそこ拠点カンカンだけできる限界まで俺あのパルスフィア作れば、あとやんなきゃいけないのが飯の場所をもうちょっと作らないと終わる。でも飯多分供給マジでできずに死ぬから、まあ、とりあえず今はエイジオブエンパイアでいう、 なんかもうラッシュのタイミングだからもうやるしかない。逆に手元にある10個のレジェンドスピアでやりきれなかった時はもう GG って感じする。殺すしかない、逆に。まあ、殺しても経験値うまいだろうな。まあ経験値うまいだろうし、まあ、殺していいような気はする。こう整備の最初の段階をやっとくわ。 OK、 完成。ダメージは多分1しか入んないから頑張るしか。ひたすらにもう数こなす。ペンタマとかでいいんだよな。ペンタマが一番強い説あんだよな。もうオールレディだと思う。サブエンドスピア6つでなんとかなるのか。え、あいつ来ないぞまだ。え、なんかハマってね。いや、そんなことはない。あれ、なんかラグい。
あ、そんなことはなかった。そんなことはなかった。あ、戦い始まった。た普通にごめん、ちょっと待って、普通に熱すぎ、普通に熱すぎ、ちょっと待って。燃える燃える。うわぁ、死ねえよ、ラッ。やっぱ。いや、なんとかなる、なんとかなる。全員のやつ使えば大丈夫だと思う。毒いいね。毒いいね。毒誰？あ、毒継続なんだ。毒継続でしかも割合で食らってるから、毒。あ、めっちゃいいじゃん、毒。俺はもうどんどん力つけたやつらを。じゃあ、ちょっと俺、ちょっとパルスピア作ってくるわ、ちょっと。ちょ、あの、レビトラの尻尾で支度して、ちょ待って、装備が切れねえ、装備が切れねえ、ちょ待って。あ、いける、これ、いける。あ、これいける、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 いける。やばい、あの、ここに来て深淵を無限集めしてたのがよく、いいことになった。余裕だ、これ。あ、完全いいね。パルスピア無理だ。うん、作れない。え、どこ行った？え？逃げた。多分戻ったんじゃねこれ。いや、逃げた。ういって。やばい、上から赤、赤なんか、いったいったあ、俺死んだ。どこいる俺ワンパン、ワンパンでーす、ワンパンでーす。どこいるかわからん、全然。あのね、あの、この今、ここの、この、ちょっとど真ん中、本当にわかんない。もう、戦争が始まってる。待って、俺諦めて。あ、もうリスクされてる。やっば。おい、おい、痛い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 、何の声が当たったんだ、今俺一体。いや、あの、湧いたら速攻で、パル入れ替えた方がいい、これ。前線のメンバーが足りない、多分これじゃ水でいいんか、炎ドラゴンドラゴンキラーついてるやつらと入れ替えて、俺持ってくるか、水取りま、俺もレベル高いやついるか、まだ生きてる、すげえな、何でもいいやん、もうなんかペンタマでもカモノスケでも何でもいいよ、正直1ダメージ与えればいいから、そっか、別に関係ない、ペンタマでいいんです。え、なんならペンタマあの3連発で撃つから、なんうわ、ワンパン最強なんだ、誰も伝えしそう。何でもあり、違う、ごめん、普通になんかかすったわ、攻撃。ディディ入れ替えれるか、これ。ディディ入れ替えて、苗持ち隊全部します。命を何だと思ってんだ、これ一体。ちょっと後で返すから適当に入れまくるよ、もう。なんだかんだ言ってもう3000。いける。俺らが死ぬのがまずい。あ、待って、起こせる、目の前。待って、起こそ。熱が熱すぎる。ちょっと待って、クーさんの蘇生がないわけ。ちょっと俺ちょっと先服着てきていい、これで起こしたから。ちょっとディディ頼ます。まだ大丈夫、まだ言うて慌てる段階じゃない、ジェットランは。やばい、近い、攻撃当たったらやばい、マジで。この攻撃当たったらやばい、やばい、あの全滅した、馬全滅。ちょっと人早めに出した方がいい。え、俺のペンタはなんか最長記録こいつ。即死。20秒間生き残ってる、偉いぞこいつ。いいぞ、その調子や、ペンタは。いいけ、頑張ってきて、とにかく。え、ディーどこ。俺も死んだ、隠し。オッケーオッケー、ちょっと待って、あのね、これアイテムがね、サクして帰れねえ。これマジで即死。ちょっと意味わからんなって、ちょっとあのね、ほんと帰れねえ、ちょっと待って。はい、オッケー、ごそ。やばい、こっちに向かって攻撃だな、よしごず。あ、終わった、危ねえ、あ、死んだわ。耐えて、あの、ひばさんまださ、それリスポーンできる状態でしょ。死んでる、もう死んでる。隠されてる。相手まだ死ぬ様子ないから、まあ、全然ガッツリ出していい。ごめん、ちょ、湧いた瞬間攻撃食らうのはちょっと、無理ですよ。いや、やばい。ダメだ、ちょっと一旦軍出せない、軍出しできない。そう、俺らが今ここにいる。ごめん、湧いた瞬間ちょっと、ごめん、地中に湧いて即殺されました、今。相手返したいな、ちょっと。待って、うわー、やばい、死んだ、まずい。待って、多分これ、これDDだ。一回しろ。あ、帰った、あ、帰っちゃった。やばい。帰った、いや、向こう、大丈夫。多分大丈夫やろ。入ってまーす。ビゼント入った？入った。俺の一軍出すわ。レベル高い順これ。え、ディーディーのガンちゃん、夜多分うろちょろすんの。夜だから、働く気が。やばいのが来るぞ、お前ら。まだ寝てる場合じゃねえぞ。かわいそすぎるけど、ここで叩き落とこされる側も。バグり散らかしてる。始まるぞ、戦い。はい、第2ラウンド。軍団の数が減れば減るほど、おそらく、なんかあいつの攻撃がこっちに届くようになるから、暇人さん出し続けてくんない？ちょっとレベル高い順で出し続ける、とにかく。
レベルで、オッケー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 。俺がするか、ちょっとごめん、俺がするわ、ちょっと。あ、くん、多分くんさんがやった方がいいと思う、ここ。多分。なんかやっぱさっきより削りが遅い、明らかに。どこにいるか見失うんだよね、一瞬。もう一瞬で出してる、一瞬で出してる。うん、また寝始めた、ちょっと待って。攻撃させないと。え、なんか普通にやられてない。あ、オッケーオッケー、起きた起きた起きた。なんだそれ、な、即殺なんだよな、これ一撃も耐えれねえんだよな、この数瞬も耐えれねえ、ほんとに数瞬も耐えれん。俺が死んだ瞬間に終わりなんだよ。確かに、パルボックスのパルを補充できなくなって終わるから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとやばい、マジやばい、あ、マジほんとに、最初にくたばったやつは4分ぐらいで復活する、2分とかで。あったあったあった。どれ、何、俺ら何を撃たれてんだ今一体。いや、もう犬妻隊がめっちゃ頑張ってる、なんか。やっぱ一気に死んだな。いや、大丈夫大丈夫、すぐ。全部死んだ。ちょっとやばい。大丈夫大丈夫、すぐ復活してる。何の問題もない。まだ大丈夫。画面がすごい。何起きてる今。俺もわかんないけど。今ね、電撃系パルがたくさん出てるから今すごいことになってる。こう見ると、コノの家に出たネズミ、最初からずっと生きてんのよ、まだ。お、すごい、強い。だからやっぱ強いパルを、やっぱ、集結させた方が、勝率は高い。グランモスも、なんか一匹にずっと生きてるやついるから。こいつ、やっぱ一回浮遊させるたびに、攻撃、止まるから、やっぱいいんか。やっぱもう、常に攻撃当て続けて、もう、耐やしちゃダメ。いや、大丈夫、まだいる、まだパリピドン軍団とかいる。なんか自爆の都市ない、自爆の都市ない。あ、これ、クレート1匹投げた。ちょ、そっち止めな、大丈夫やな。オッケー、戻ってきた。え、ゲンガー耐えた、なんでゲンガー強い、ゲンガー強い。あー、でも、耐えてる、こいつの攻撃を耐えてる、ゲンガーが。パパ、ギンギニア、先生、復帰です。あの、体力ないです、でも、ここは。いいよ、めっちゃ1ダメージ入ってる、いいよ。まずい、めっちゃ戦死した、今、なんか一気に、なんかようわからんけど。間の突撃が良かった、今。行って、まず、イグニクスが死んだ。あ、俺死んだ。俺死にました。D どこ、D どこ、ちょっと D しないとまずい。左上。オッケー。D 絶対しないように。パリピドン、やばい。超粘ってる。パリピドン、熱くね。パリピドン、熱いかも、もしかしたら。いや、なんかすごいな、マジ。本当にただただ戦争だな、もう。クンさん、現状今分かんないよ、ね、だから、あの、ひたすら画面見てるだけだけど、こっち、あの、現場で働いてる、あの、パルたちが、えぐいスピードで溶けていくし、こっちはね、数字上のやり取りしてるだけなんだよね、俺今。あの、ちょっと、なんか、足し引きしてるだけで、気まずい、そろそろ変わってほしいかも、俺。そろそろ高いやつ、OK、入れてく。もう、だって俺も20レベル台になってきてるから、もう無理。気まずい、変わるよ。まさか、ここで。俺の方に飛んでるよ、女の子に。やばい、俺も手持ちパルがもう死んだ。エアムルクしかいねえ。こいつマジで捕まえててよかった。ディディ交代したらまだいるんじゃない、なんか嬉しい。そう、ディディとかも入れるんじゃん。なんか、ちょっと待って、俺に声くらってるこれ。なんだこれ。どこで戦争が起きてんだ今。目の前。出すしかねえみたいだな。あとちょい。ディディもバンバン出してていいよ。あれええ、なんかバグってね。え、なんかバグった、バグ、サソゾがバグらせた。来た？え、バグって中にはまってる、なんか。打ちまくれ、いいぞ、刺さぞ、いいぞ。爆弾系打たない方がいい、多分。オッケー。あ、出たか。なんか、意図的にはまるような打ち方するわ、敵が。どこ行った？え？あれ？まずい、またか。え、どこ行った？あ？あれ？帰った？帰ってれば、なんかあ、ボス初回討伐？あの、予想して、あの、多分溶岩の中に、サソゾが突っ込ませて全焼したわ。全焼したよね。多分そんな感じがワンチャンとんでもねえ上空に打ち上げて落下。まあ、討伐成功なのかな。次回リベンジをサソゾを引っ込ませた方がいいわ。そう、グリ系危ないってのがあった。あと、氷系大量に捕まえていかない、今度。ひたすら連射で。GG。